オラホドガ事件は昭和10年12月19日から翌年2月15日までの間、日本、満州国と外蒙古の間で起きた軍事紛争である。昭和10年12月19日、ボイル湖西方の国境付近を警備中の満州国軍は外謀軍から攻撃を受けた。満軍は敵兵10名を捕虜にして撃退した。その五日後に外謀軍は トラック60台の増援部隊を派遣して、再び攻撃してきたが、万軍は3名が戦死する損害を受けながらも、国境を守った。翌昭は11年1月7日、外モーは、軽爆撃機を飛ばして偵察するとともに、騎兵などの小部隊を越境させて、地雷敷折など、挑発行為を繰り返した。1月22日には、日本軍、万軍の共同警備部隊が、 トラック3台で行動中、外謀軍と交戦した。外謀軍は兵力100名以上に達し、装甲車も繰り出した。2月8日、日本の関東軍は杉本康夫中佐を司令官とする杉本死隊を出動させた。杉本死隊は、騎兵第14連隊を帰還とし、全軍が乗車編成で軽装甲車を伴った。12日に杉本死体は、 オラホドガに到着し、約2時間の激戦の末、騎兵140名、自動車3台、騎兵砲などを有する外網軍を撃乗した。杉本死体の損害は、軽装甲車1両炎上、1両損傷、戦死8名、負傷4名であった。任務を終えて帰還しようとする杉本死体に対し、外網軍は、装甲車部隊で追撃し、爆撃も行った。13日、 関東軍参謀副長の板垣聖四郎少将は現地に飛んで杉本死体を激励した。杉本死体の将兵は優先し、外謀軍の装甲車を六角した。2月15日、万軍の監視部隊を残し、杉本死体はハイラルへ外戦した。その後、タウラン事件が起きた。ありがとうございます。